予選終了後、本戦へ向けた練習走行中のお台場特設ステージ、そのコースサイドである企画が行われる。第2回エンジンサウンドクイズ、イエーイ。第1回がですね、エビスで行われたんですけども、ここお台場で第2回ということですね。エビスは3層1台ずつのエンジンサウンドを当てていただいたんですけども、今回はなんとちょっと高度追走の練習を2台、はい、わかります。なるほど。そして今回の豪華なゲスト見てください。いいんですかね、このゲストで。ディレクターさん大丈夫ですか。参戦者まず1人目は D1 で審査員を務める川崎、2人目は日々のら個性派軍団を束ねるアグネス、3人目耳だけでなく鼻でも感じるマサヤ、そして最後はバラエティ枠のこの人。それではエンジンサウンドクイズいってみましょう。あ、ちょっと待って、川崎さんが今手塚のギターと言ってちょっとしかもグッドユーのにもグッドユーのにも確かに手塚と徳ちゃんだった。やったー。はい、1ポイント。なんかいやらしいですね。当たりです。1ポイント。はい、今取ったのは何でしょう。はい、はい、俺が26だろ今の。26違うのかい。26、うん、26今 KP です。あれさあ、はい、これは R マジックの車。さすが1ポイント川崎さん。今の何だと思います。100だよ100。もう4発かの、いやいや違う違う違う、来ないっていうか6発と4発の音ぐらい分かるでしょ。今の6発でしょ。違うのかい。いやいや違うのかい。ダメかいじゃないですよ。これ風間社長のスポンサーのタイヤメーカーなんですけど、グッドイヤー。はい、誰でしょう。ジャパンとジャパンの。今追走で手塚とツヨポンが走ってると言いました。さあ、あれはね、マサオはああいう音はしないと高山くんなんですよ。さすが1ポイント。やったー。野村さんは野村さんいませんですか。え、今野村さんいませんですか。あそこ見てるのは野村さんですけど走ってはいないですよ。あれ全然わかんない。誰もいなくなってないから可能性はありますよ。俺一人とかにしないでくれよ。可能性はありますよ。いますよ。前もならないな。怖いですよ。直後アクシデント発生。さあこれはおお、クラッシュ。危ない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 。そんなに危なくなかったです。さすが審査員慣れてますね。今空気読んだ。空気読みました。3人とも、はい、もう目隠しされてて、一番最初に目を開けようとしたのは風間社長でしたからね。もう真っ先に逃げようとしましたよ。ちょっと今の撮ってたらリプレイでどうぞ。マサの危ないに過剰に反応するヘタッピ、引き寄せた大の男軍だらしね。結果発表。散々な結果でしたね。まあ本当にですね、この4人で良かったのかと僕も思いますし、難しかったですね。まあ実際、マイナス5ポイント、0.5、1ポイント。そして優勝はですね、川崎編集長。当然すぎる結末ですよね。まあ、このメンバーで負けるわけがないと思ってました。そうですね、どう見たことかって感じですね。いやー本当にですね、まあ、第2回エンジンサウンドクイズなんですけども、川崎さん以外はですね全く役に立たなかった。特にあちらの方ということで第2回エンジンサウンドクイズ終了いたします。じゃあ